埼玉県教育委員会では協調学習を取り入れた授業改善に取り組んでいます。協調学習は教材の配布や生徒の移動が伴うことが課題でした。こうした課題を解決するために ICT の導入が必要でした。生徒個々の意見を比較する際に意見を書いてもらって黒板に貼るという非常に煩雑な作業だったんですが、 Chromebook を使うようになってからはフォームに入れて送信してもらうと前のプロジェクターで比較できますので、大変効率化できたと思っています。 Chromebook だとキーボードがついてて文字入力もしやすくて、自分の考えていることを画面に表示してみんなと共有できるので、それがすごく楽しかったです。ほとんどの生徒がスマートフォンを持ち、タブレット端末の扱いなどにも非常に慣れておりますので、学習手段として非常に有効だというふうに感じております。キーボードで打てなかったら画面でやってみようみたいな感じで、授業中にすぐに慣れてしまったので楽に操作することができました。生徒たちは授業中に Google クラスルームへアクセスして、そこから動画を視聴しながら授業プリントに取り組むというような活用をしています。 Chromebookを使うと それぞれの個々のスピードで勉強ができてやりやすいです。すごい授業が端末の管理そのものであったり、ユーザーのアカウント管理、またアプリケーションの管理、これらがすべてウェブ上で一括で行えますので、これらが教員の負担の軽減につながると考えております。起動が早くてすぐに学習に取り掛かれるところがとてもいいと思います。Chromebook だと端末だけの操作になるので準備が必要なくて楽だと思いました。高度な文房具になればいいなと思います。鉛筆とか消しゴムのようにですね、身近なツールとして誰もが楽しんで学習できるようになればいいなと思います。